はこんにちは、レガテドリブル塾です。今日は大分県に来ております。なんでなんですか。なんでなんだよ。なんでなんだよ。今日はですね、FC セリオーレによる九州大会に来ております。で、この人誰ですか。ジョンです。ジョンです。初出演。レガテの一応コーチもやってるので、はい、今後はあの彼もちょくちょく出てくるかもしれないので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで今日はあの九州大会ということなんですけど、今日大分県代表のヤバケイさんと戦って、勝ったら九州リーグ上位の3位のチームの宮崎の代表の延岡、阿形というチームと試合をして、それに勝ったら全国までつながる、はい、全社につながる。だからある意味財産たちと戦えるかもしれない。そうだね、勝ち上がる。ちなみに別会場では ああそうだね、そうだ、福岡代表で今日早坂の日清もいるから、もしかしたら会うかもしれない。会えるかもしれない。はい、ということで早速、はい、これからアップなんで、ここからはもうスイッチ入るんで、今ちょっとね喋りません。アップの様子も楽しみながらぜひ見てもらえればなと思います。はい、それでは頑張っていきましょう。シーズセリオーレが誇るディフェンスライン、高田と優馬です。おいっすー。今日はどうすか、調子は。ジャイさん見てますかー。それしか言わない。前もそれ言って、優馬に関してはリナーズとの試合でめちゃくちゃみんなから称賛されてる。今日どう、調子絶好調っす。相手シャットアウトできる余裕っすね。今日とりあえず無失点の最初頑張ります。あとは攻撃は点取るんで、お願いします。よっしゃー。今日もうるさいね。静かに行きましょう。ダメだ、うるさく行きましょう。しっかり、いつも通り自分たちの高田ですけど、入りからしっかり集中できるように残り40分しっかり上げていきましょう。しゃー。キーパー、ユージ、大輔がダブルボランチ、右、東也、左、竹谷、特別は俺が入って、ワンコップに K、これでいきます。で、交代枠5名で、7人いるんで、しっかり5名フルで使う予定なので、あのベンチのメンバーも含めていい準備するよ。OK。やっせー。
行くぞ。行け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 。
どうする？Thank you.